こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はですね、FBA の出品価格についてお知らせします。FBA で出品するのいくらで出せばいいのか、そしてどういう商品は見送りで、どういう商品は仕入れた方がいいのか、それについての基準が今までとはちょっとね、変わってきました。まず商品を見た時ですね、93人とかいるわけですね。まあ93人もいたらやりにゃになりますけど、まあ中身を見てください。こうして中身を見てください。でこの商品の場合はですね、もうずらっと FBA 利用者がいて、さらに Amazon がいます。仕入れの基準でですね、 FBA が4人以上いたら、もう見送った方がいいです。安いものの可能性が高いんでね、安くて FBA4 人以上っていうのは、なかなか、しんどい場合が多いですね。で、Amazon が売ってるものは基本的に扱わない方がいいです。Amazon より安く売ると、それはどうもマイナス評価を食らってるようです。かといって Amazon より高かったら売れるわけがないと。ね、そういうわけで Amazon が扱ってる商品はやめた方がいいです。で、この商品は、ベイブレードはですね、Amazon は使ってるし、FBA が4人以上いるんで、4人以上ってかもうずらっと FBA ですからね。これはパスです。NG です。で次に、ベアブリックのスピーカー。これも、出品者62名います。ここでね、あんまり、FBA とか無在庫とか気にしてない人、無在庫の出品者の人はやめちゃいますけど、正直ですね、無在庫の人は、あんまりいてもいなくても一緒ですね。気にしなくていいです。最安値だけ気にしてください。で、見るとですね、62名いますけど、こう1ページ目、FBA 利用者0です。で、2ページ目に FBA 利用者がいて、これが 149.98 ドルです。で、この商品の場合は 149.98 ドルで出します。でちなみに3ページ目、4ページ目、5ページ目、6ページ目、7ページまでずっと見ても FBA 0。つまり FBA の人は1人しかいないんですね。で、FBA の人は4人以下だったらカートを取れる可能性は高いです。で、無在庫の人は、カートを取れる云々じゃなくてですね、もう最安値じゃないと売れないと思った方がいいです。そんなわけで出品と仕入れの基準ですね。FBA 出品者の最安値、あるいは最安値の 1.8 倍、いずれか安い方の金額で出品してください。これが新しい基準です。この商品のようにですね、ベアブリックのように、1ページ目に、出品者、FBA 出品者いなくてですね、2ページ目になっちゃって、あるいは3ページ目になっちゃって、FBA が出てきて、最安値より5割高かったとか、7割高かったといっても、もう気にせず、5割、7割高い値段で出しちゃってください。それで売れます。で、さすがにね、倍以上だとちょっと何らかの、フィルターかかってると思われますんで、今まで見た中だと 1.8 倍以下で抑えるのがいいですね。この辺は、具体的に会員さんはですね、この商品いくらでいいですかっていうのは相談してください。で、その際はですね、初めて入れた時か、一旦売れてるのか、何個取引してるのか、その辺によって数字変わってきますんで、この辺がポイントですね。何も考えずやってる方は、単純に最安値じゃないと売れないとかね、FBA なら売れるっていう風に勘違いしてますけど、そういうもんではないですよ。そこまで単純なもんじゃないですね。取引件数と、今まで売ったかどうかと、そういうのが、いくつかの要素でカートを取れる取れない決まってますんで、できるだけ効率よく高く売ってですね、儲かるAmazon輸出を実践していってほしいと思います。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。